じゃあ宇都宮哲也がこの人がいなかったらねっていう人がやっぱポイントポイントで、まあ俺もそうだし、まあ一軍の野球やってる人たちってみんなね、長くやってる人ってそうだと思うけど、この人この人この人、まあたくさんいると思うけど、がいなかったらね、40歳まではねやってねえだろうみたいな。一番初めに出てくるのはやっぱ小谷さんですね。小谷コーチ。ああ、小谷さんね。小谷さんはもう僕がこうメカニック的にちょっとこう落ち込んだ時にすぐパッて上げてくれる人だったんで、すぐだ、そのきっかけって、はい、うん、やっぱずっとまあ一軍で投げてる試合も含めてずっと見てくれてて、うんうん、ここがこうなってるよとか、うん、いうのを、うん、まあ、ファームで残留して行った時にパッてこう言ってくれて、うん、それが僕のその感覚と合致して、うんうんうん、毎回こう直してくれる感じの人だったんで、うん、小谷さん、小谷さん、はい、そして他にはそうですね、やっぱり久典さん、おひさ、あ、そうだね、そう、久は結構ね可愛がってもらってるようなイメージはあるね、はい、まあ野球、うん、プロ野球界の自主トレ、たるやっていうのを教えていただいて、うんうんうん、まあ、それがもう僕の軸となって19年間、はいはいはい、うん、あのオフの自主トレはこうやってやって、うん、ここまで追い込んで、うん、こういう状態にしてキャンプインするんだよっていうノウハウを教えてくれた人がいて、うん、久典って普通すっげえチャラく見えるけど、あいつしっかり練習するんだよな。めちゃくちゃします。するんだよ、普段はもうチャラチャラチャラのチャラ男だもんね。もう練習をもうだから、うん、オンとオフしっかりするよっていう感じだったんですよ、うん、もう練習になったらもう、うん、超真面目で、うん、めっちゃ怖くてそうなの、あれって普段の久典じゃねえじゃんみたいな、もうちゃんとやろうお前とかって言われて、うん、とかって、うんうん、ちゃんとやられた、お叱られた、叱られました、よく叱られました。へえ、そうなんだ。僕はだから、うん、オフの気持ちが長くなったり してたんで、ね、練習終わってみんなでこうご飯食べながらお酒いっぱい飲んで、うん、次の日こうちょっとしんどそうに朝起きてきて、うん、グラウンドに出ると、うん、思い切り替えてないなとかって怒られた、はいはいはい、そっか、そういう若い時期もあったんで、ね、そうね、確かにね、はい、はいはいはい、叱ってくれる先輩がいて、はい、久典だと。そうす俺の中であんまイメージがないんですよ、ね、久典な、ね、久典しか知らないもんね。そうですね、うん、はい、もう一人ぐらいいる。うん、どうだろうな、前田さんとかもね。ああ、俺、はい、俺じゃなくて、違う前田さんでしょ。いやいや、前田さんとかもいろいろ教えてもらう。スーパークイックを教えてくれるっていう約束をしたのに、うんうん、教えてくれなかったっていうね。そうなの？そうですね、それはちょっと心残りなんですけど、あ、まあ、食事いっぱい連れて行ってもらいましたし、あ、いろいろ野球の話したり、そっか、ゴルフを教えてもらったり、もう数々でもいろんな方にお世話になりました。まあでもそうだよな、まあ本当に20年ね、まあ、19年か、19年までね、40歳までってやっぱりいろんなタイミングでいろんなこうポイントで助けられてる、ね、そうですね、いろんな人で助けてもらいました、本当に、本当に。そうだ、じゃあこれからは第2の宇都宮哲也、まあ、宇都宮哲也の背中を見て育った選手はね、巨人にもライオンズにもいるだろうから、今度はね、宇都宮哲也以上の選手を、ね、そうですね、育てる順番に変わったね、うん、どう、これから、まあ、まあ、あの抱負というかね、どんなピッチングコーチになるの今、うん、そうですね、うん、これから自分自身がやっぱまず勉強しないといけないなっていう、うん、野球のこともそうですし、うん、コミュニケーション、お、選手と対選手とのコミュニケーションもしっかり勉強していかないといけないし、うん、もう情報が今、さっきも言いましたけど情報がいっぱいあるんで、うん、選手 もう自分でいろんな情報を取り入れてきて、うん、自分でこうやってるんで、うん、その指導するってなかなかやっぱうん、これから難しくなるのかもしれないですけど、ああ、そっかそっか、あんまり言い過ぎてもあれだっていうことだよね、うん、自分を持っている選手って、うん、そうだね、昔はもうクリアな選手って多かったと思うんですけど、うんうん、今はもう、うん、自分自分自分っていう、うん、いろんな情報を持ってやってる選手多いんで、うん、それをこう尊重しながら、うん、その選手に合ったワンポイントアドバイスを、うん、小谷さんみたいな、うん、ワンポイントでこうやった方がいいんじゃないのって言えるような指導力を身につけたいなと思ってます、うんうん、あ、そっか、
楽しみですね。そう、二軍だからやっぱ二軍ってすっげえやりがいがあると思う。そうですね、一軍ってね、一軍で実績のある人は教えなくてもいいじゃん。やっぱこの選手がこの能力があるのに、まあ、2軍でくすぶってる理由は何のきっかけっていうのはやっぱりそのまあ鉄も一つのきっかけでドーンって変わったわけだから、はい、まあ、そういうコーチになってもらいたいと思いますし、まあ鉄のトーク力ならいやいやんじゃないかなと思いますよ。いやいや、これからこれからしっかりまあね、確かに勉強することはねたくさんあると思うけど、はい、とりあえずは、こんな感じで、大丈夫かな。まあこれからチャンネル登録者の方のね、質問もね、また宇都宮哲也さんが答えてくれますので、とりあえず今回はここまでというところで、はい、長い時間でしたけども、はい、ありがとうございました。またお願いします。また遊んでください。ありがとうございます。